今日のお題はパンジーだよ。3-2-1パンジー。突っ込まないよ。それでパンジーなんだけど、パンジーはスミレかスミレ属の植物だよ。1800年代に北欧でアマチュアの園芸家が大きく鮮やかな群生のスミレを作るために、野生の三色スミレと野生スミレビオラ、ルテア、ウイルテア、さらに均等のスミレビオラアルタイカ、ホルニアを交配して生まれたものだよ。基本的に園芸で使われているね。人工的に作られた種なんだね。というか基本的にってことは他に使い道があるってこと。お刺身の菊の花みたいに食事に彩りを添えたり、織物を染めるのに使われることもあるみたいだよ。色鮮やかだからこその使われ方だね。